ウェブミンは Linux などの UNIX 系オペレーティングシステムを設定できる Web ブ,ブラウザベースのツールである。ユーザーやディスク使用上限、サービス、設定ファイル等といった OS 内部設定の変更を多数行え、Apache や PHP、m a s k a l などといった多くのオープンソースのアプリケーションの変更や制御を行える。ウェブミンは主に Par で構築されており、独自のプロセス。 そして、Web サーバーとして動作する。初期設定では1万番の TCP ポートで通信する。o p ン n s l をインストールし、必要な p ー r モジュールを追加すれば TLS を使うこともできる。Webmin は設定ファイルや Webmin サーバーへのインターフェースとして実装されている。これにより、追加機能を容易に作成することができる。Webmin のモジュール方式を用いれば、 誰でもデスクトップ設定用のプラグインを作成することが可能である。また、WebMin は一つのインターフェースで多くのマシンを制御したり、同一サブネット上、あるいは同一欄上にある複数のホストにシームレスにログインすることができる。WebMin は、オーストラリア人のジェイミー・キャメロンを中心に開発されており、BSD ライセンスで配布されている。WebMin は、 インストールされたモジュールにより拡張でき、そのモジュールを改造することができる。それとは別に、機能拡張プロジェクトが2つ存在する。1、ユーザーミンは、管理者レベルのタスクよりも、Web メールや他のユーザーレベルのタスクのサブセットを提供し制御する。2、バーチルミンは、ホスティングやウェブサイトのコントロールパネルとして、多数のドメインの追加や管理に威力を発揮する。 オープンソース版と安価な商用版が利用可能である。バーチルミンはプレスクや CP ナルと比べて同等の機能を有するがより廉価である。サポーテッドオペレーティングシステムズオフィシャルウェブミンウェブサイト2007年2月11日閲覧ありがとうございます。